あなる。今日は楽しいクリスマス、イエイ。まだクリスマスっていう感じじゃないけどね。どうも皆さん、こんにちは、大田曽です。ソトサミ、今日は一人の撮影だよ。はぁ、ってことで、いつもだいたい一人の撮影なんですけど、逆光というか、ここら辺にビデオカメラ置いてやっていこうと思います。ですね、ちょっと待ってください、持ってきますね。よいしょ。今日はこちら、何かと言いますと、タランズスの産卵セットで、こっちが禁止ボトル、河原の1400で組んだやつと、もう幼虫見えてます、こっちはね。で、こっちが河原剤、食菌河原剤の方です。霊視じゃなくて。10月の後半に組んでて、もう2ヶ月、1ヶ月ちょい経ってますね。幼虫出てるといいんですけど、どっちが取れるかじゃないんですけど、まあ、ちょっとメスはどっちも別々のメスなんですが、どれぐらい幼虫いるかっていうことをね、見ていきたいと思います。早速タランズスの幼虫を暴いていく。まずは菌糸の方から見ていきますか。こっちです。結構こう、もう幼虫が見えてて食べてるんですけど、何匹いるのかな。まあ、こんな感じで潜ってった穴が見えますね。2回ぐらい、ちょっと一回潜り失敗したっぽくて、2回ぐらいこう穴開けてあげました。タランズスって産卵するときに、なんか卵をね、産んだら守る性質があるのか、なかなかこう出てきてくれないんですよね。菌糸も硬いし劣化してきたので、そろそろ出そうかなと思います。もうさ、こう水分がなくなって超硬い、出すの怖いな。よいしょ。ちょっとテコの原理で。で、なんかね、これね、豆知識っていうか、よく禁止ボトル瓦とか交換する時とかもそうなんだけど、ここの膜、キノコの膜的なものを取って幼虫入れる場合があるんですけど、それしちゃうとどうやらそっからね、水分が出ちゃって硬くなっちゃうみたいなんです、菌糸が。話によるとね、ちょっとそれが本当にどうかわかんないんですけど、取らないで幼虫を入れた方がいいとかって聞いたんだよね。ただそのなんか酸欠になるとかっていうのも、別にそんな心配することじゃないのかなって私も思ったりしてて、結構私もこの膜を取ったり取らなかったりするんですけど、あんまり気にすることはないそうですね。ちょっと慎重に行きます。よし、こうやれば、あ、大きくなっています。やったぜ、いたいた、1匹いい感じじゃないですか。何匹いるかな、5匹ぐらいいたらいいな。ちょっとね、見えづらいんですけど、ここにもいます。はい、いました。いたぜ。ここさいます、ここさいますって。いや、いるんですけど、ここにね。違うの、だってさ、何が起きるかわからないじゃん、世の中。マジで怖い。だってここ崩したいんだけどさ、潰れるかな。そんなことないよね。あ、でもわかんないや。めっちゃ怖え。あとどこいるんだろう。あ、取れた取れた。取れました取れました。やった。3匹目。肩、あーあー怖い。やっちゃう。あ、これにはいないかな。2匹出てきた。あ、死んでないと思う。2匹。やったー。あ、もう1匹いますよ。6匹。あ、でも6匹いる。やったー。あ、7匹。みんな大きくなっております。え、クロちゃん。あ、クロちゃんがやってきた。多分餌の時間です。あ、
待って、1,2,3,4,5,6 7匹いたんだけど8匹目。ちょっと緊急事態だわ、やばい、これ脱腸。ヤクルちゃん待って、ご飯ね、はいはい。あー、これやってしまったかな。あ、これはダメかもしれない。これさ、お尻のところなんか出てきちゃってる。いや、初めてこうなったかもしれない、幼虫で。もうここがちょっとあんまり触りたくないですけど、ここがプクってなっちゃって、なんか中から出てきちゃってる。なんか人間でいう脱腸みたいな感じなのかな。これは長生きできるんでしょうか、ちょっと皆さん教えてください。これはもうやっぱダメなのかな。結果、あー、クロちゃんごめんね、待ってて。結果ね、8匹でした、禁止ボトルの方は。まあ、優秀だと思います。はい、クロちゃんです。クロちゃん泣かないで、後でやるから、餌ね。あ、帰ってく。気まぐれですね。今日は鶏ささみ金の出汁やってみよう。食べるかわかんないんだけど、うちのクロちゃんちょっと歯が悪くて高齢で、こっちこっちこっち。あ、食べる、食べるっぽい。めっちゃ食べるの。よし、ちょっと次の準備をします。クロちゃんの食べっぷりを。いや、ほんと大変。なんかね、ささみ系が好きみたい、おそらく。くちゃらだな、くちゃら。では引き続きやっていきましょうか。では瓦、これ太いですね、とってもいい材。タランドゥス一回休ませたいんで出します。マジで怖え。出てきていいんで壊すよ。あ、出てきた、元気元気。あ、大きいでしょ、いいサイズなんですよ。これ何ミリだっけ、 53.9 ミリですね。立派です。まだね、重いし産んでくれるんじゃないかと期待。問題のここの周りですね、周りに産んでることが多いので、崩すと卵が落ちてたりとかするから、結構こう詰まってるじゃないですか、ほら。まあ、このまま放置っていうのもありなんですけど、この中にね、卵があったり幼虫がいたりっていうこともなきにしもあらずなので。あれ、クロちゃん割ったの。すごいね、これ結構削って。あ、なんか見える気がする。どういうものか、こことかさ。いたり、卵があったり、いなかったり、味わんだり。味わん見はしないけど、いない？いやいやいや、ここが多分芯なんですよね。その芯の周りに産むっていう感じだと思うんだけど。待って、卵だ、卵発見。ここ、でもこれさ、孵化間近だね。いい感じで緑色の卵が膨らんでます。見えます？ほら、ちょっと待って、卵か。
ってことはまだ幼虫じゃない可能性が高いな。ちょっとすいません、見失ってたんだけど、ここに卵あったんで。ほら卵、おっきい、膨らんでるから優勢なんですね。私の場合なんですけど、ここの反対側っていうの、こっち側の方も産卵セット組める場合が多くて、タランドゥスで。で、幼虫だともう、こう食べきってしまうから、それもちょっと嫌だなって思ったりしてて、どうしようかな、今回も卵出ししようかな。じゃあまたカメラマンさんになんか言われたらどうしよう。もうちょっと卵で出すか。もうここまで来たらね、やりますか。中途半端に終わらせるのもあれなんで。もったいないしね、これ太いからさ。あ、すごい、え、待って、すっごいすごいあった。ここ、ちょっと見えます?見えますって言っちゃうぐらいある。これすごい、ここにさ、ボコボコってある。もうこれすごい埋まってるんだけど。ほらほら、すげえ、これすげえ、ボコボコって見えてる限りで1,2,3,4個あるけど、もったいない。うわ、もうプカプカ、マジか。よし、すごいすごいです。で、瓦菌糸いいね、これ結構ふかふかなんですよ。あ、すごい、ここにももうね、よだれが流れちゃうぐらい嬉しい。いやー、すごい、あー、落ちる。いいわいいわいいわ、すごくいいわ。マジすげえ、ボコボコあるよ、ボコボコ。いや、本当に、あったあった、危な。わ、ここにありましたね。こういうさ、キワキワに産むからさ、怖いんだよね。絶対さ、思うんだけど、この下にあると思うんだよね。ほらほら、あった、マジで、ビンゴ。深間近だよ、本当に。見せてあげたい、この綺麗な、これこれこれ、見えます？ほら、体が透けてるのでね、ちょっと牙が見えるんだよね。こんな感じ、有精卵バッチリって感じですよ、これが。なんかさ、ここら辺とか本当にそうなんだよね。何度やっても飼育、あ、やった、うわ、むせ込んだ。何度やってもさ、割り出しは緊張します。あー、すげー、マジですごい、もう本当に神、ありがとう、ありがとうって感じ。も本当にありがとうだね、よく産んでくれるメスだわ。あー、わーお、3つ揃ってる。あー、すごいね、素晴らしい、うん、素晴らしいよ、こう三つ子ちゃんですよ。でもさ、なんかワンちゃんまだこの下とかにいてもおかしくないかなって思ったりするけど、どうなのかな。もういなそう、もうここまで来ると。あといるとしたらここ、ワンちゃんここじゃないかと思ってます。ちょっとやってみましょうか。これで終わりです。すごい、はい、こんな感じですね。この材の本当に半分ぐらいかな、使ったとして。やばい、優秀。では数を数えてきます。はい、ということで数えたら、なんと14玉のタランドゥスの卵を取ることができました。全部有精卵ですね、膨らんでる、もう深間近。あ、マジで嬉しい、14玉も取れました。まあ、今日幼虫が8匹に14玉だから20超えてますよね、今日だけで。いやー、もうマジで嬉しい。この瓦材の半分でちょっと組んでいきたいと思います。ちょっと休んでもらおうかな、メスには。まあ水分も飛んでないし大丈夫かと思います。やったぜ。ってことでね、皆さん本日もご視聴ありがとうございました。冬場の
冬場の飼育って結構やることないんですけど、まあ気長にまた幼虫飼育を冬場も楽しんでやっていきたいと思います。ぜひチャンネル登録、高評価、そしてコメントも読んでますので全力でお待ちしてます。それでは次の動画でお会いしましょう。寒い、おいっちゃ、ありがとう。